どうもワニです。そしてこちらは俺が今飼育している世界最大の淡水魚ピラルクのまだ若い魚、10匹の水槽なんですけれども、こいつらねそろそろまあ大きくなってきたんで、当初話していたねピラルク釣り堀の方にまあぼちぼち持っていく段階なんですけれども、今回ねこいつらね最後餌やりをしようと思いまして、今回与える餌がこちら、ちっちゃなアメリカザリガニ、何匹だろう、3、40匹ぐらい、捕まえてきましたんで、この中に投入してこいつらが捕食する様子を皆さんに見ていただこうかなと思います。じゃあ早速投入。食ってる食ってる、めっちゃ食ってる。うわすごい食ってる。ちょうどいいサイズですね、餌に。もう食った。食ってる食ってる。すごい食欲。食いつきがいいです。そうこいつはなんか成長に伴って食欲がさらに上がってるみたいで、バンバン食べるようになってるんですよね最近。とてもいいこと。食ってる食ってる。もう残り少なくなってきました。おお、いいね。壊れた。はい、という感じでもうあっという間に大量のザリガニを食べきってしまいましたピラルクさんたち。まあ、この子たちはね、俺の先輩のピラルク釣り堀を開きたいというね、あの面白い野望を持った方のために育てておりまして、そのうちピラルク釣り堀の方に持っていくお魚さんたちになります。ピラルク釣り堀に持っていく時とかね、また別途動画にしますんで、気になる方はぜひチャンネル登録してまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。